日没頃までに赤十字病院に押しかけた被爆者は1万人に上った。患者は幾百となく死んでゆくが、死体を片付ける者が一人もいない。医局員の誰彼が乾パンと握り飯を分配してやったが、納骨堂のような臭気が強いので食べる気持ちも起こらないのだ。こちらの本、1946年にアメリカで発表された広島、当時伝えられていなかった原爆の悲惨さを人間の側面から描き、世界に衝撃を与えました。著者はピューリッツァー賞も受賞した著名なジャーナリスト、ジョン・ハーシーです。そしてこちらはその孫のキャノン・ハーシーさん。ニューヨークを拠点にアーティストとして活動しています。原爆投下から70年にあたる今年、広島を訪れ、祖父の足跡を自らたどるドキュメンタリー番組を制作しました。アーティストのキャノン・ハーシーさん、これまで写真や版画作品などを通して紛争や差別に苦しむ人々の声を伝えてきました。戦後70年にあたる今年、祖父の足跡をたどろうと被爆地広島を訪れました。きっかけとなったのは、祖父ジョン・ハーシーが発表したルポルタージュ広島。広島で被爆した6人の体験が描かれています。被爆しながらも懸命に人々を助け続けた牧師や医師、そして体や心に受けた傷に苦しむ人々の姿に迫っています。当時アメリカ政府は原爆が人類に及ぼす影響について情報を厳しく管理し、メディアもその影響についてはほとんど報道しませんでした。そんなさなか、文芸誌ニューヨーカーは全紙面にわたって広島を掲載。悲惨な原爆被害の実態に世界中が衝撃を受けました。He was like 31, 32, and really standing up against such a difficult political spectrum and trying to tell an untellable story. It caught them off guard. They were not used to dealing with Japanese victims of American bombing or other American actions as human beings. And the six people who John Hersey profiled were clearly human beings. 大きな反響をもたらした広島。しかしジョン・ハーシーは子や孫にこの作品について語ることはありませんでした。なぜ祖父は語らなかったのか。孫のキャノンさんはその謎を探るため、作品に登場する谷本清牧師が働いていた教会を訪ねました。出迎えたのは谷本牧師の息子ケンさんです。 See, this is the cross my father made after the bomb was dropped and the our church was destroyed. And when he started making rebuilding a church, he collected burned wood and made this cross. 谷本牧師が爆心地から3キロ離れた場所で被爆しますが、多くの人の命を助けようと奮闘しました。It's very descriptive of the trauma that he went through and the pain and the sort of the sorrow of it. I feel like that book happened to a large degree out of the courage of your father, to tell his story before anyone else was willing to tell their story.キャノンさんは祖父が69年前に話を聞いた医師の病院を訪ねました。
佐々木輝文さん。原爆投下後、赤十字病院で被爆者の治療に明け暮れました。当時の様子は本の中で次のように描写されています。生傷のおびただしさに肝をつぶし、佐々木医師は一つの自動人形となって機械的に拭き塗り巻き拭き塗り巻くのだった。1991年に亡くなった輝文さん、今は息子の龍二さんが後を継いでいます。Do you remember your father talking about the experience in the hospital, in the Red Cross hospital? 一回だけね。Just once. Just one. まあ、ちょうど僕が二十歳になった時です。まあ、思い出すことはやっぱ辛いことだったんだろうとも思いますしね。まあ、後にも先にも一回だから、それは、まずね、よほどの辛い思いをしたんじゃないかなとは思いますよね。被爆という強烈な体験のゆえに、肉親にさえ語ることができなかったという現実。キャノンさんは祖父の足跡をたどる中で重い事実を気づかされました。 With my grandfather's inability to address or talk about Hiroshima、or decision not to, it certainly reflected to me and the many of the survivors、inability to talk about itTaking the first person and writing about it as if he were the six people, he internalized that suffering, and、I think that he also was unable to talk about the untalkable. 広島への旅を通して、祖父や被爆者の思いを受け止めたキャノンさん。アーティストとしてその思いを作品に込めたいと考えました。強い印象を受けた原爆ドーム。キャノンさんの目には過去の凄惨な記憶というよりも未来に向けた再生への象徴と映りました。 So、in these screens there's a small representation of、my reaction to my experience here. It's also leaving room. 旅を通して祖父の思いと向き合ったキャノンさんは今原爆の記憶を新たな世代に伝えていきたいと思っています。Hiroshima and Nagasaki have taught me many things about humanity. Through understanding the human experience, we can understand a better way. So I took that from this journey, and I hope to reflect on it more. 、キャノンさん。広島を訪ねて、まあ、おじいさんがずっと家族に語ることができなかった思いに触れたようですね。そうですね。被爆者に寄り添ってその苦しみを引き受けて語ることができなくなった。キャノンさんの気づき、重い言葉でした ね。でもおじいちゃんのこう足跡を訪ねていい広島の旅になったんじゃないかなというふうに思いましたね。そうですね。キャノンさんのおじいさんのジョンさんは広島の発表からおよそ40年後の1985年に再び広島を訪れていて、その時こんな言葉を残しているそうです。被爆者の記憶の集積は人類が生存し続けるための偉大な希望として残されている、はい、このような言葉ですが、はい、ピューリッツァ賞、はい、作家の言葉、はい、重いですね、はい、被爆者のこう記憶を伝えていくことの重み、8月6日に改めて考えたいですね。そうですね。大事にしたいと本当に思います。はい。以上ワールドラウンジでした。